2011年9月6日、エアー日本が運航する那覇発羽田行きの全日空140便が和歌山県串本町の東69マイルを飛行していました。この時4万1000フィートを巡航していましたが、突如左へ傾き左旋回を開始。一旦回復しつつも再び傾きが大きくなり、傾きは最大で130度に達しました。飛行機が左右に傾くことをバンク、傾いた角度をバンク角と呼びますが、このバンク角は通常の飛行では大きくても30度程度です。90度の時点で翼が地面に対して垂直になりますから、そこからさらに40度となると背面飛行に近い状態になっていたと言えます。そして旋回と同時に降下が始まり、1分間で5000フィート降下しました。通常の降下では1分間で2000フィート程度、緊急時に降下する必要がある場合は1万フィート程度ですので、緊急降下とはいかないまでも通常の降下よりかは急であると言えます。この事象は国土交通省から重大インシデントの指定を受けましたが、そもそも重大インシデントとは何でしょうか。まず航空事故は法律で定義されており、墜落や衝突、搭乗者の死亡、国土交通省が指定したものなどいくつかの事象が挙げられています。一方重大インシデントも同じく法律で定義されており、航空事故の兆候という名称になっています。重大インシデントは航空事故が発生する恐れのあった事態となっており、それに加えて閉鎖中の滑走路における離着陸や滑走路の逸脱などの事象も含まれています。その他国交省が事故の恐れがあったと判断すれば重大インシデントに指定されます。今回は全日空140便の重大インシデントを事故調査報告書をもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像などはイメージが含まれています。2011年9月6日、那覇空港をエアー日本が運航する全日空140便が離陸しました。この便は那覇発羽田行きの定期旅客便で、乗員乗客117名が搭乗していました。使用機材はボーイング737の700型機。出発前の確認でパイロット同士で健康状態が問題ないことを確認し、機体の点検でも問題点は見つかりませんでした。離陸後、高度4万1000フィートまで上昇、羽田へ向けて順調に飛行していました。この便の機長は64歳、総飛行時間が1万6000時間以上のベテランパイロットでした。一方副操縦士は38歳、総飛行時間は約3000時間で、737の500型機で4年間乗務した後、この出来事の1年前に737の700型機の訓練を受け乗務を始めました。22時45分ごろ、高度は引き続き4万1000フィートで和歌山県沖に到達。この時機長は副操縦士へ操縦を任せ、お手洗いに立ちました。そしてコックピットには副操縦士1名が残りました。当時全日空はコックピットで1人になることを規制しておらず、国内線であってもたまに片方のパイロットがお手洗いで席を離れ、もう片方のパイロットが1人になることはあったようです。140便の副操縦士によると、フライト中に機長がコックピットから退出することは半年に1回くらいあったとのことです。機長がコックピットを出た後ドアがロックされました。2020年現在も同じですが、事故当時ハイジャック防止のため飛行中コックピットのドアはロックされていました。ロックを解除するには特定のパスコードを入力するか、コックピット内にパイロットがいればそのパイロットが解除することもできます。操縦席にはドアの外の様子を確認できる画面があり、中にいるパイロットは外の様子を見て入室しようとしている人物が適切かどうかを確認できます。
この時、入室しようとするパイロットは、所定の合図をすることで、自分の意思で入室しようとしていることを知らせます。そして、中のパイロットは、映像と合図を確認して、ロックを解除します。これに加え、全日空では、運航中にパイロットがお手洗いを使う場合には、まずパイロットが客室乗務員へ、コックピットを出ることを連絡。客室乗務員がコックピット入り口横のお手洗いが空いていることを確認し、客席からコックピットのドアの開閉が見えないようにカーテンを閉め、パイロットへ準備ができたことを連絡します。そしてパイロットがコックピットを退出してから、再び入室するまでその場で待機し、コックピットのドアがロックされたことを確認し、カーテンを開ける手順となっていました。特に全日空は1990年代に複数回のハイジャック事件に遭遇していますので、セキュリティへの意識は高かったと考えられます。機長がお手洗いを済ませ、中にいる副操縦士に対して所定の合図をし、ロックの解除を待ちました。しかしロックは解除されず、機体が傾き始めました。そしてドア越しに速度超過や傾きの警報音が聞こえてきました。航空機が高い高度で飛行しているとき、機体を十分にコントロールできるように、超えてはならない速度が決められています。この速度を超えそうなときは、速度計に警告が表示されるとともに、音声でパイロットへ知らせます。一方、傾きの警告は、機体が一定以上に傾いた場合、音声で警告するものです。これは傾きが35度、40度、45度を超えた場合に、それぞれ1回ずつ警告します。これらの警告をドア越しに聞いた機長は、すぐに再度、合図を送りましたが、ロックは解除されず、さらに上から押されるような強い力を感じ、立っていられない状況になりました。一体、140便に何が起こったのでしょうか。ドア越しに速度超過と傾きの警告を聞いた機長が、再度コックピットへ入室するための合図をしても、一向にロックが解除されません。そこで、そばにいた客室乗務員がインターホンでコックピットを呼び出しましたが、これにも応答がありませんでした。さらに、機体の傾きが大きくなり、上から押されるような強い加速度を感じ、立っていられないほどになり、機長は壁に押し付けられ、客室乗務員は床にひざまずいていました。上から押されるように感じる強い加速度、これを G と呼びます。厳密には異なりますが、遠心力をイメージすると分かりやすいと思います。例えばバケツに水を入れて勢いよく回転させたとき、バケツは瞬間的に逆さまになっても水は落ちません。しかし回転が遅くなると水が落ちてきます。水が落ちてこないときは遠心力が強い状況、落ちてくるときは遠心力が弱い状況です。140便は急な旋回と降下をしたため、勢いよくバケツを回転させたときと同じ状態となりました。そしてその力が強く、水がバケツに押し付けられるがごとく、機長や客室乗務員が壁や床に押し付けられ、立っていられないほどのものになったのです。加速度は最大で 2.38G に達し、これは自分の体重が2倍以上に感じられます。実際に機長は外からロックを解除しようとしていましたが、腕が重くて上げることができず、入室に手間取っていました。一方のコックピットですが、副操縦士が機長を確認し、ロックを解除するスイッチを入れたつもりでしたが、実際はラダートリムのスイッチを操作していました。ラダーとは方向舵とも呼ばれる部分で、垂直尾翼の後ろに設置されています。これは簡単に言うと、機首を左右に振るための調整に使われます。例えば何らかの理由で左のエンジンの推力がなくなった場合、右のエンジンの推力だけで飛行すると、機体は左へ向こうとします。この時ラダーを調整することで、左へ向くのを止めることができます。ラダーは操縦席の足元にあるラダーペダルを踏むことで操作することができます。
しかし、推力のバランスが悪い間、ずっとペダルを踏むことは、パイロットの負担が大きいため、このような時に、ラダートリムを使うと、任意の角度でラダーが固定され、ペダルを踏み続ける必要がなくなり、パイロットの負担軽減につながります。しかし、左右のエンジンの推力バランスが正常な場合に、ラダーペダルを踏むとどうなるのでしょうか。もちろん、バランスが正常であっても、ラダーが機首を左右へ向ける働きは変わりません。さらに機首が振られることで、左右の翼の機体を浮かせる力、揚力のバランスに差が生じ、一方の翼の浮き上がる力が、もう一方の翼よりも強くなることで、傾きも発生します。この時副操縦士は、ラダートリムスイッチを左に回したことで、機体が左へ向き始めます。そして、その影響で機体が左へ傾き、旋回を始め、さらに降下が始まりました。なぜ、副操縦士は、ラダートリムスイッチを入れたのでしょうか。実は、この時、副操縦士は、ラダートリムのスイッチを操作した認識がありませんでした。前述の通り、副操縦士は737-500に4年間乗務した後、737-700の乗務を開始しました。エアー日本が運航する737-500と737-700では、ドアロック解除スイッチの位置が異なっており、500型機のドアロック解除スイッチの近い位置に、700型ではラダートリムスイッチが配置されていました。さらに、両方のスイッチの動きが同じでした。機長の存在を確認した副操縦士は、ドアのロックを解除するスイッチを目視せずに操作しました。その結果、意図せずにラダートリムスイッチを操作することになりました。そして、機長が入室できない様子を見て、改めてドアのロックを解除するスイッチを操作するつもりで、再びラダートリムスイッチを操作していました。その結果、機体の傾きが強くなり、降下が始まりました。一方で、この時、オートパイロットがオンになっており、飛行機は自動的に元の進路と高度を保とうとしていました。しかし、ラダーの効きが強く、オートパイロットで修正できる範囲を超えたため、旋回が始まりました。そして、降下も始まりましたが、こちらもオートパイロットにより、高度を保とうと、自動的に機首上げが行われました。その結果、速度が低下し、失速警報が作動。副操縦士はドアを解除したと思い込んでいたため、ラダーの設定が変わっていることに気づかず、異常な姿勢になっていることへの認識が遅れていました。そこに警報が鳴ったことで、心理的に動揺し、操縦桿の操作が不適切になり、機体は最大 131.7 度まで傾き、高度は1分間で5000フィートも降下しました。その後、機体を立て直したことで、加速度が弱くなってきたため、機長がドアのロック解除に成功し、コックピットへ入室。以降は順調な飛行に戻り、羽田空港へ無事に着陸しました。機体に被害はありませんでしたが、機体が動揺したことにより、客室乗務員2名が軽傷を負いました。起こった事象だけを見れば、スイッチを目視で確認せず、誤ってラダートリムを操作したという単純なものですが、そもそも形状と動作が似たようなスイッチが近くにあること。そして、同じ航空会社の737でも、タイプによってスイッチの位置が異なっていたことは、良い設計とは言えません。これは航空機メーカー並びに運航会社の資料が足りなかったと、調査報告書は指摘をしています。そして737-500から737-700へ移行する訓練でもスイッチの位置が異なる点については触れられていませんでした。これは訓練カリキュラムの不備であると調査報告書では指摘されています。そのため原因が副操縦士の不注意だけとは一概には言えません。毎度のことながら航空事故や重大インシデントは一つの単純な原因だけで起こるものでなく複合的な要因で起こることを示すものとなりました。全日空140便の重大インシデント、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。